小型ミサイルで城壁側面が撃たれているそうです。放っておいても問題ないでしょう。それが壁画のところらしく、教育委員会から対処要請が来ています。え？わざとですね。なんともひどい嫌がらせです。子供たちがとても悲しみます。レーザーで攻撃しますか？あれは、ミサイルを誘導する発射装置です。それだけを撃てませんか？無理だと思います。レーザーの威力では兵たちも巻き込むでしょう。必要以上の犠牲者は出したくありません。子供たちには後で私から説明しましょう。パースエイダーで撃つのは、そんなことができる人は我が国にはいません。もしよければ僕にやらせてください。開けてください。お気をつけて。